目線にちょっとカメラを固定してしまったもんで、すいません。で、そうですね、あの前回のミニカビュータ編でやった8だとか5だとかっていう、後で概要欄の下にリンク貼っておきます。で、本来今日ならばその8585を使って4小節ぐらいって言ってたんですが、ちょっと甘いかなと。で、これだったら一つずつフレーズを覚えた方が早いなっていうふうに思ってたんですよね。だから今回はそうします。ちょっとそうですね、前回の復習みたいな形になってしまいますが、ちょっとやってみます。基本的にはですね、やっぱりカウントを取るっていうのがすごく大事になってくるんですね。で、ちょっとやってみますけど、前回の、ビニカルータ風フレーズの時をやってたんですが、で、ですね、これ例えば、見てらっしゃる方が数をこの8と5のこう順番で叩けるんだとすれば、ずっと永遠に叩くことができます。これを1フレーズだけ、数が数えられるようにするっていう風なもので進めた方が面白いんじゃないかなと。で、内容的にはビニカルタのフレーズをそのまま使ってみると、ちょっと2小節は少ないんですが、ちょっとやってみます。ちょっと待ってくださいね。
ですね、ちょっと軽い気持ちで始めたら、2時間45分経っちゃってました。で、まさかこんなに長くなると思ってなかったんで、もうシャツこれ絞れるぐらい汗、しかもここから垂れる汗でズボンまでビショビショになってしまいました。で、今日の技は多分すぐ分かると思うんですが、やっぱりカウントが大事っていうところです。で、分からなかったら質問をください。うん。で、なんとか簡単に解決できると思います。では、今日は見てくれてありがとうございました。失礼します。